円玉をお借りできますか？はい、ありがとうございます。ではこちらのシールにサインをして100円玉に貼っていただけますか？はい、はい、ありがとうございます。もう一つ使うものがあります。こちらの封筒です。ではこちらのコインは手の中にしっかりと握っておきます。そしてこちらの封筒でおまじないをかけます。しっかりと手の中の100円玉におまじないをかけると、なんと100円玉が消えてしまいます。封筒の中身を見てみましょう。こちらの封筒の中には一回り小さい封筒が入っています。そしてさらにまに小さい封筒が入っています。さらに小さな封筒、さらにここからまた小さな封筒が入っています。最後に小さな封筒が出てきます。ではこちら開けてみていただけますか。お客様のサインをいただいた100円が瞬間移動しました。